らず花が咲くけど、はいどうもシガーフィールズ原です。童謡をアレンジしてみようね、毎月やっていこうかなとなんとなく思ってるんですけども、2月の歌ってあんまりないんですよね。2月の歌、はあはあ、考えられるのがまあ雪やこんこんあられやこんこってやつですね、はあはあ、タイトル何なんですかね。あれって雪らしいですよ。雪文部省唱歌で、はあ、雪のメロディーについては19世紀チェロの作曲家ドヴォルジャックの1984年に作曲した歌曲集聖歌の歌の一曲との類似性を指摘する説もあるという。また説がある、前回もありましたけどね。ありました。で、まあ、この雪やこんこあられやこんこをなんかアレンジできないかなと思っておるんですが、どうよ、どうしようかね。これね、あの雪やこんこだから、あの、はい、俺なんかこれのこの、まあ、シャッフルじゃないですか。これってタッタ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 雪やこんこじゃないですか。でシャッフルって言って、でこの雪やこんこでなんかすぐ思い出したのが、あのスティービーワンダーなんですよ。ハイアーグラウンドって曲なんですよ、うん、ちょっと流してみますね。はい、これなんですけども、いやこんこあられやこんこ、なんとなく聞こえてきませんか？まあ聞こえてこないですけど、これをなんかこんな感じにできたらきっと合うんじゃないかなというイメージは浮かんでいるんですが、いかがでしょう？いけるんじゃないでしょうか？いけますかね？いける。いけます。あ、カフィオン君。カフィオン君どうも。こんにちは。はい。カフィオン君どうですか。これね、スティービーワンダーと雪やこんこの文部省唱歌のこの合体ですよ。いやー、素晴らしいマリアージュだと思います。やってみましょう。やってみましょう。やってましょう。じゃあこれまず前回みたいにコード進行の払い出しですかね。そうですね、ええ、まあこれもモードというかモードまあコードが合ってないような感じですね。ほうほう、あるとしたら、まあまあトニックと、まあ、ドミナントの2コードかなと思うんですけどね。ほうほう、2コードで、うん、OK です原曲をお願いできますか、はい、原曲がどんなんですかね。原曲ができる、できるの原曲トニックでずっと行って、時々ドミナントに、ドミナントだけだって、戻ってくるね。じゃあもう他に可能性としては、あんまりこれはあれですかね、やっぱりさっきのスティービー・ワンダーもそうですけど、まあなんだモードっていうか、そのほどワンコードのグルーブで持っていくみたいな感じなの で、ね、あんまりコード進行も凝らない方がいいですかね。そうですね、まあ、うん、ハイアグラウンドは、うん、E フラットマイナーかな、それマイナーキーだもん。まあ全音転調して、まあ転換していくって感じですね。なるだけそれに寄せましょうかね。ハイアーグランド、スティービーに寄せていきましょう。雪やこんこ、まあ、ロビーさんちなみに、はい、キーは何で、さっき俺 E でやりました。 E でやりましたね、はい、半
上ってことですね。まあノーマルチューニングなんで、サオがいいで、いいで、いいでやって、私が歌える感じになれば、はい、ええ、まあ、全然問題ないですけど、シャッフル、シャッフルって言うとやっぱブルースで行きたいところですね。ほうほう、うんうん、ブルース進行も交えつつみたいな。交えつつ、まあ、あれブルースがどんな感じかっていうのをちょっとやってみます。おお、まずこのシャッフルのブルース、ブルースワンコード、スリーコード、スリーコードでも普通に、まあちょっと適当に、普通にはシャッフルのブルースセッションですかね。そうですね、ちょっとフィールを掴んでみたいなと。なるほどなるほど、はい、けどまああれですか、さっきのスティービー・ワンダーのハイアーグラウンドの、うん、まあ、根っこの部分はこれってことですかね。根っこはブルースですね、ブルースのシャッフルっていうことですよね、うん、そうですね、やっぱりその、ポップシャッフルというよりはやっぱりちょっとその泥臭さがあるというか、うん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 、ブルーシーな感じはあります、はい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 、まあ、ちょっとそんな匂いも残しつつ、うんうん、いけたらなんか多分あれだよね、 元ネタって言ったら STV に失礼だけどさ、うん、ブッカーリトルでんて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 ん、あー、はい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 、グリオニョンね、はいはいはい、多分これ、うん、これがまあなんていうの、そうですね、いう感じの、その辺からの流れで、これがまあね、根っこはこれで、これのあれですか、まあスティービー・ワンダー独自のコード進行の、あの途中で全音転調するみたいな、あれがドキッとしますよね、戻るっていうところですね、その辺はこうちょっと取り入れたいですね、取り入れて、ハイアグランドは全音で転調しますね、これ入れたいですね、はい、歌の部分はもうあれでいいですか、ワンコード、ほぼワンコードでいいですかね、ワンコードでいって、ほぼワンコードで、うん、まあ、最後のメロディーの終わりのところだけちょっとなんかキメがあった方がいいのかなって気がしたので、根っこはこたつって丸くなる的なところですか、そうですね、はいはい、なんでまあちょっとそこで、まあ、戻るところで何かこうリズムで仕掛けがあればいいかなと思うんですけどね、うんうんうん、枯れ木残らず花が咲く、ここコッテコテにダサくしようと思ったらものすごくできますよね、これね、枯れ木残らず花が咲くみたいな、このちゃんちょだだ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 ウカッタンタンタンっていう、はいはいはい、ウカとトットトンっていうセカンドが入るやつがあるんですけど、そのキメをじゃ使ってみますか、はい、ウカツトントトンみたいな、
そうそう、このハイヤーグラウンドのなんかねグルーヴのかっこいいとこって、このシャッフルの3連のセカンドがね、カッ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 っていうのがなんかね気持ちいいんですよね。それぐらいの決めで、いやいいでしょ、うん、大丈夫でしょ。ダンダンダンで、まあ、そこはまあちょっとドミナントにしようかなと。まあそうですね、そこだけちょっとコードを変えて、ジャンジャンっていう、うん、そう、まあ、そこはコードを変えて、ルーでトニックに、うん、戻ると、はい、じゃそこまでそこまで一回いきましょうか。はい、はい、はい、あられやコンコン、振っては振ってはズンズンズム、山も野原も綿帽子かぶり、枯れ木残らず花が咲く。はいはい、はい、そんなら、その後じゃあ電話店長を使いましょうか。そうですそうです、はい、それ欲しいですね、その、はい、まさにこのハイヤーグラウンドっていう曲のね醍醐味ですよね、美味しいとこですよね、美味しい、全音店長しちゃうっていう、うん、曲のいきなりほぼほぼ冒頭で、そうですね、これがたまらないですね。それちょっといきなりこれをどこで入れますか。じゃ今のメロディー終わった後に終わった直後に全音で今 E だったんで、F シャープに、ほうほうほう、ちょっとコードいこうかなと思いますね。でまずそこを、全音転調してそこのコードを、ずっと回してしばらく回してると、はい、どんな感じになるのかってちょっとやってみます。はいはいはい、はい、夕日やコンコン、あられやコンコン、降っては降ってはずんずん積もる、山も野原も綿帽子かぶり、枯れ木残らず花が咲く。これです、ね、これです。F シャープに、うん、で B に行って戻ってきたい、 B に行って戻ってくる、そうですね、やっぱり、うん、ハイヤーグラウンドもそうですけど、うん、転調したらそこで終わりじゃなくて、うんうん、戻ってこなきゃいけない、そうですね。いやハイヤーグラウンドちなみに、モーションなんですね。なるほどなるほど。なんでまあ何箇所の動きをつけて、うん、また雪やコンコも戻ってこれるようにしたいですね。うんうん。うんうん、で B にスラスラ行って、B に行って、うん、E から F シャープ上がって、うん、これも2小節、まあ、いくつかいけるのは普通にこの2つを。うん、2小節ずつとか、ね、繰り返していくとやるとか、あ、なるほどですね、はい、例えばね、うんうんうん、ま
それでもいいですね。まあそしたら、まあ、ブルースっぽくはしたいんですけど、実はここね3コードなかなか入れられないんで、うんうん、今のところじゃちょっと3コードっぽくして、あーなるほど、歌の部分はまあほぼほぼ1コードで、そうですね、転調、うん、半音転調グッと上がって、うん、そっからなんかブルース進行1回入っちゃうみたいな、そうですね、はい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 、うん、そうするとどういうことなんですか。いわゆるここで B のブルース進行にしたいなと。ほう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 。まあでも F シャープに行っちゃってるんで、つまりまあドミナントから始まってる感じになるんですよね。ほう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 。だからまあちょっと、分かりやすく言うと B のブルース進行に戻すという感じですね。ほう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 。元のキーが E なんです。元が E なんで。E で。まあ今 V でやると結局その一番最後のドミナントが F シャープになるんですけど、そしたらまあその全音下に戻る感じなので、まあ全然あの不自然ではないかなと思いますね。ちょっとじゃあその戻る感じをやってみますか。はいはい、ちょっとその E のところからお願いしていいですか。 E のところから、はいはい、あられやこんこ、降っては降ってはずんずん積もる、山もの原も綿帽子かぶる、枯れ木も凝らず花が咲くけど、戻るの難しいですけどね、ちょっとね、まあまあできると思います、そうですね、まあ、メロディーがいきなり入るので、うんうん、ちょっとその歌う人はうん、うん、メロが取りづらいかもしれないですけど、うん、かも戻ってからちょっと待ってから歌うかとかですかね。まあ、その E を、まあ、4小節、そうですね、でもいいかもしれないですね、うんうん、一回ちょっとそこをじゃあちょっと小ソロみたいな感じでして、4ぐらい、転調感ちょっと馴染ませて、戻った感を馴染ませてから落として、はいはいはい、でやってみましょう、うん、枯れ木残らず花が咲く転調、あ、この方が歌いやすいですけど、はい、一度戻ってこれるって感じが、はい、じゃあせっかくなんで、じゃあ今もスライスさんギターソロ弾いてましたけど、その転調した後のブルース進行部分ではじゃあソロ、はい、ソロと取っていただく、はい、ソロギターソロ、キーボードロギーさんソロ、はい、でなんかもういつも通りベースソロ行きドラムソロ行きみたいに、はい、普通にブルース進行で転調したまま回してって、転調してあしてないのか、戻ってから、戻ってから戻ってからブルース進行、ブルース進行、なるほど、回すと、わかりました、しして、ちなみにこの歌は何番まであるんですか。2番なんですよ。2番じゃあ2番なんで1番2番とまあやってソロ回しに行って、で最後もう一回戻る、一番に戻るぐらいですかね。はい、わかりました、はい、一番最後戻ってからもう一回転調します。転調のやつはもう一回入れます。最後は転調したまま、もう転調したまま、まあまあその3コードの進行いくじゃないですか。それで終わり、それで終わりしましょうか。じゃあ誰からですかね。ギーローさん、ギーローさん、ギーローさんですか。